ハッシュブラウンの添えられた典型的なアメリカの朝食、マクドナルドのハッシュドポテトハッシュドポテトは、細かく切ったジャガイモをまとめて、焼いたり油で揚げたりした料理。ハッシュポテトとも呼ばれる。また、ハッシュブラウン、ハッシュドブラウンポテトとも称される。日本で一般的な冷凍食品のハッシュドポテト種として、北米において朝食のサイドメニューとして用いられるハッシュとブラウンポテトは、 細切りあるいは角切りにしたじゃがいもをフライパンやオーブンで焼いた料理である。日本においては、もっぱら冷凍食品として流通する工業生産品を指す。小麦粉をつなぎとして、小判型や丸型に成形されており、摂氏170度から摂氏180度の油で揚げる、他、オーブンやトースター、フライパンでも調理できる。そのため軽食としても利用しやすく、ファストフードや、 コンビニエンスストアのスナックメニューにも見られる。炭水化物が豊富で、みじん切りにすることで、表面積が増え、給油率が上がるため、油で揚げると非常に高カロリーな食品となる。味付けには一般にトマトケチャップなどが用いられるが、既製品にはあらかじめ軽い塩味が付いているため、調味料なしのそのままの状態でも食べられる。名称が似ているマッシュポテトは、 同じジャガイモ料理であることを除けば関係ない。英語ではもともとハッシュドブラウンポテトやハッシュドブラウンドポテトと呼ばれていたが、徐々に短縮され、ハッシュブラウンズとなった。ハッシュドポテトはフライドポテトなどと同じ和製英語であるが、文法的に間違っていないので意味は通じる。主な原産国は原料、製造ともにアメリカ合衆国製が多い。その他、 国産品やカナダ製なども市場に出回る。ハッシュポテトメニュー情報マクドナルドハットメニューバーガーキング公式サイトハッシュブラウン商品紹介プロの品質とプロの価格の業務スーパーハッシュドブラウンポテトやお香レシピバイクッキングサポートハッシュドブラウンポテトレシピゆとりの空間ありがとうございます。